は大沼公園にやってきました。9月9日12時ぐらいですかね。正面に見えるのは駒ヶ岳になります。現在は火山活動のために登ることができません。で、駒ヶ岳の頂上は1086メートルくらいというふうに言われてますけども、これは馬の形をしているということですね。で、まあ、馬の頭の部分が確か釣ヶ岳という名前であったように思います。ここのちょうどてっぺんまで私は登ったことがあります。で、ほとんど草木がないのが特徴ですかね。で、登山道はあるんですけども、途中まで草木はあって、それから全く瓦礫っていうか、火山石がたくさんあるところということになっております。そうですね。で、手前にあるのは小沼、そして大沼っていうのはもう一つ大きな沼があります。そうですね、子供の頃はよくスキーに来たり、遊びに来たところなので、非常に懐かしい思いで見ております。ここは鉄道も走っているので、とにかく眺めのいいところですね。国定公園だと思います。大沼国定公園ですね。